水原博士、水原博士、水原博士、1935年、昭和10年11月1日から1978年、昭和53年7月5日は、日本の歌手、俳優。愛称は、お水。東京府東京市深川区、現在の東京都江東区出身。東京都立赤坂高等学校商業科卒業。マナセプロダクションに在籍していたが、 一時期、渡辺プロダクションに所属。井上博釜谷安博とのトリオで、三人博と呼ばれていた。ただし、水原の持ち味は、当時のロカビリアイドルとしては全く異質であったため、後に森谷博と交代する。その歌唱力は誰もが認める実力だったが、水原自身の不器用さと、破天荒でブライカ感を気取った合法雷楽な生き方が、 周囲の誤解を招いたところは否めず、晩年はヒット曲にも恵まれず不遇の生活を送り、42歳の若さで亡くなった。村松と美が、その生涯をまとめた表現を書き下ろしている、黒い花びら、村松と美、川で処防新社、2005年。東京都立赤坂高等学校2年の時に、文化放送主催の素人ジャズのドジマンに優勝。 その後活動していたジャズ喫茶で渡辺美佐にスカウトされ芸能界入り。1957年、昭和32年、ダニー・イーダとパラダイス・キングに初代ボーカルとして参加するが翌年には脱退。昭和33年、水原博とブルーソックスを結成。メンバーには森山香代子、ジェリー・フジオ、ペドロ・梅村がいた。1959年、 昭和三十四年、黒い花びら、作詞、a 六助、作曲、中村八大で、レコードデビュー。夏木洋介主演の東宝映画、青春をかけろに、歌手役で出演。黒い花びらは、発売初年に三十万枚、総合計五十七万枚という当時としては、大ヒット作となった。ちなみに、最初のマネージャーは、渡辺美佐の妹、真瀬信子だった。 またこの年から始まった第1回日本レコード大賞を黒い花びらで受賞。また第10回 NHK 紅白歌合戦に初出場。その後も3年連続で紅白に出場を果たし、独特の甘い低音で一世を風靡した。そして20代の女性たちに多大な人気があった。1960年代前半より各社の映画作品への出演が増え、 現代劇作品の主役や時代劇作品の純主役級の役をこなし、多くの人気俳優と共演。共演した俳優から高い評価を得ている。東宝映画、皆殺しの歌、拳銃よさらばで主役を演じた際には、中台達也に、この主役の演技ができるのは、水原博士だけだ。と褒められたというエピソードが残っている。この頃から取り巻きを引き連れて、 夜の街を豪遊し、業界屈指の主豪と呼ばれるようになった。水代わりに、レミー・マルタンとの逸話が残るほど、日常的な酒びたりや莫大な金額のギャンブルに、加えて、いわゆる氷菓子や闇金融からの多額の借金を、抱え、不遇な時代を送る。また、デビュー直後から水原を支え長く婚約状態だった、女性がいたが、結局結婚には至らず離別している。 1965年3月10日、警視庁による、近世会、後の稲川会の前身となった組織に対する第一次、頂上作戦が行われ、横浜市港北区、綱島の温泉旅館、石水邸が捜索を受ける。旅館経営者や、賭博会長関係者が逮捕される中、前年5月に行われた花札賭博に、水原が関与、50万円を巻き上げられたことが発覚。 事情聴取を受ける事態となる。このことで事実上の芸能界追放となり、ここから2年間は、表舞台から遠ざかる一方で、借金返済に苦しめられる日々となる。1967年、昭和42年、この当時マネージャーを務めた長良ら淳の本走などにより、2月、関わよことぬ共作で、君こそ我が命、作詞、川内康則、作曲、 井上正明をリリース。その歌唱力と売り上げで、カカワを圧倒し、大ヒット。奇跡のカムバックと称され、第9回日本レコード大賞歌唱賞を受賞。第18回 NHK 紅白歌合戦へ5年ぶり、4回目の出場を果たす。その後も活躍は続けていたものの、相変わらず酒に溺れる日々は続いたため、病気がちとなっていった。1970年、 昭和45年、アース製薬のエアゾール式殺虫剤、ハイアースのテレビ CM に、ユミカオルと共に出演。水原を起用した、同商品の放浪看板も作られ、全国津々浦々に設置された。カムバックから3年が経過したこの時期、再び放棟三昧の生活に舞い戻る。膨れ上がる借金で、取り立て人に追われながら、クラブ。 キャバレーの地方営業や様々な仕事を昼夜を問わず、休む間もなくこなさざるを得なくなった。この CM 出演も、その最中で起用されたものであった。1973年、昭和48年、第24回 NHK 紅白歌合戦に、通算10回目の出場を果たす。1971年、昭和46年の第22回同様、取り前を務め、 代表曲、君こそ我が命、紅白では、通算3回目を歌唱した。しかし、翌1974年、昭和49年の第25回は落選となり、以降も、紅白への復帰は果たせなかった。1977年、昭和52年1月12日、巡業先の金沢市で、体調不良を訴え緊急入院。 すでにアルコール依存症から来る影響で、肝臓は正常に機能しなくなっており、横断や腹水の症状も起こしていた。新宿の朝日生命成人病研究所、付属病院に2月末まで入院過療し、一旦退院するが、同年6月末まで自宅静養に専念する。同年7月から仕事に復帰したものの、アルコール性の急性肝炎から慢性肝炎に移行。 肝硬変を発症しており、たびたび極度の貧血などの症状で倒れるなど、もはや極めて深刻な状況を迎えていた。しかし、かつて1億数千万とも言われた、莫大な借金返済のため、水原は、満身創痍で、馬車馬のように全国を営業し続け、酒も手放すことはなかった。この裁判年期、服用していた薬の副作用で顔に吹き出物が目立つようになり、 それを隠すように口ひげを蓄え始めていた。1978年、昭和53年6月24日未明、北九州市小倉北区の宿泊先、ホテルニュータ川、現、ホテルニュータ川の客室トイレで大量に吐血し、瀕死の状態だったところを、ホテルで食事をとっていてれた、マネージャー三山敦氏に発見される。同志戸ば区の県和総合病院に、 救急搬送されるも、すでに血液の1、3が失われていた。その後一時は、意識が回復し、憔悴する三山に、バカ野郎、俺は死なれよと話しかけるなど昇降状態を見せるが、すでに内臓のあちこちから出血が見られ、実質的には、手がつけられない状況だった。それでも水原は歌を諦めず、再度奇跡の復活を目指していたという。だが、 水原の願いは届かないまま、再び意識不明の重体に陥り、吐血から11日後の同年7月5日未明、動員で肝硬変の重症化による食道上脈瘤破裂のため死去。満42歳没。残った借金は当時の額で9000万円とも言われる。1999年、平成11年、大衆音楽の殿堂、財団法人、 小川正夫音楽文化振興財団運営、検証歌手に選ばれた。1968年のオリコンチャート発足後についてはシングル週間チャート最高位100位圏内を吹き、注意点。1973年昭和48年の年明け頃から暴力団追放運動が盛んになり、三空ひばりが実定の不祥事発覚や、 デビュー以来の山口組を呼び三代目、組長、田岡和夫との講師にわたる長年の親密な関わりが、大使されたことをきっかけに、全国の公会堂や市民会館での公演を、ボイコットされていたとき、水原は、演劇プロデューサーの黒田浩二から、名古屋五円座での4月公演、三空ひばり特別公演の芝居、スリの女への出演を依頼された。歌手でありながら自分は歌わず、 芝居でのひばりの相手役だけの出演という依頼であったにもかかわらず、水原は、お嬢、みそらひばりが困っているんだ。本当の友なら、こういう時に助けてあげるのが筋だろうと、これを快諾。水原の男気には、ひばり本人をはじめ、舞台関係者も感激したという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。